そうそう。そっちを、そっちを勉強にしないとダメです。もう、しゃべって大丈夫。はい、大丈夫です。で、録画はもう。あ、もう、リコーディングします。OK です。はい、大変お待たせいたしました。新型コロナの最新情報ですね。高輪クリニックの影山先生から伝えていただきます。本日はですね、日常自分でできる予防等の話が満載ですので、しっかり聞いていただいて、日常予防等をされてみてください。それでは影山先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。皆さん、こんにちは。高輪クリニックの影山です。太郎さんの、この情報も通じまして、新型コロナの情報、結構な回数になってまいりましたが、今日の情報はですね、ぜひ皆さん、横の方にもどんどん回していただきたい情報です。すでに新型コロナウイルス感染症に関わる論文が世界中で15万本以上出ておりまして、そんな中で日頃の食べる食材、嗜好品、それから日常生活の送り方、ここのところをですね、ちょっと工夫するだけで十分新型コロナの予防ができるという論文が多々出ているんですね。で、本日はそこら辺を全部いっぺんにまとめました。エビデンスの非常に高いものが高、まあまあな、情報が中、若干低めではあるんだけれども論文としてまとまっていてある程度参考にできるんではないかという情報が低と、高中低つけまして新型コロナの感染予防ですね、本日の情報を持って皆さん個人個人ぜひしていただければというふうに思います。マスコミ、政府、有識者会議すべて、今予防に関してはもうワクチン一辺倒ということで、残念ながら日本でのまだワクチンの接種率が 0.5% 程度ということ、これからファイザー製薬のワクチンがですね一気にイギリスで作られて日本に回ってくるという情報までは入ってきてはいるんですが、今すぐにできること、これをですね積極的に採用するというのは非常に建設的な話だと思います。守りとしての予防はマスク、手洗い、うがい等ですね、特にうがいというか口をですねしっかりゆすぐというのも非常に重要です。と言いますのも論文でこれも完全につまびらかにされたんですけれども、口の中の粘膜、口腔粘膜の上皮にですね新型コロナのウイルスが感染をするということが新たに分かったんですね。でさらには唾液腺等々、口の中の環境は実は、咽頭と同じぐらい鼻咽頭とも同じぐらい感染しやすいということが分かっております。ということで、守りの予防としての、うがい、それから眼相ですね、ブクブクペをしっかり日頃からやっていただくというのは非常に重要です。で本日今からお話しさせていただくのは攻めの予防です。こういった食べ物を食べていると、身を守れますよというお話なんですね。では早速いきたいと思います。左側のところに食材が書いてありまして、でその中の有効成分、どの成分が新型コロナの感染予防あるいは治療に使えるのかといったあたりが、書いてあります。成分、そしてどういう基準で新型コロナの感染予防治療に使えるのかということと、その、元となっている論文ですね、これが低中高で表されております。それから一番右のところに論文数が出ておりますので、当然のことながらこの論文数の数が多ければ多いほど、そしてエビデンスのところでの、中高といったあたりは即座に採用すべきことかと思います。では早速ですが、食事に関してはですね、地中海式食事、これはギリシャ料理とかイタリア料理、南仏料理といったあたりが当てはまるかと思うんですけれども、これがですね新型コロナの感染予防に使えるということなんですね。おそらくポリフェノールを多めに摂るということかと思います。したがって、赤ワインをですね飲むというのも、一つ予防につながる可能性があるんですけれども、あと地中海料理、一番効能効果が高いのはオリーブオイルですね。特にバージンオリーブオイル、これが予防に使えるということが分かっております。
ここ地中海式食事に関しての論文は1なんですけれども、この地中海式料理で最も効果があると考えられているバージンオリーブオイルに関しては、論文の数がかなりの数になっているということなんです。あとはムール貝とか貝類ですね、これも新型コロナの予防につながる可能性があるということで、とにかく地中海式食事を食べていらっしゃる方はそうでない方よりもかかりにくいという論文が出てます。それから砂糖を少なめに、そして低カロリー、これが一つ疫学的な評価なんですけれども、新型コロナにかかりにくいということなんですね。新型コロナにかかりやすいリスクファクターというのは、いろいろ分かってきておるんですけれども、男性であり AGA 型の脱毛症の方、男性ホルモン優位の方、それから肥満です。これがリスクファクターとして、明らかですので、この時期砂糖を抜きながらカロリーも落としてダイエットをするというのは、新型コロナ感染症から身を守るすごく大事なポイントになるかと思います。それから、これは論文のエビデンス中になってますので、このところはぜひ、皆さんも認識していただき、日頃の食材に採用していただきたいと思うんですけども、キャベツです、まずは。そして、ブロッコリーですね。この辺が、非常に有効性があるということが分かっているわけなんです。それから、ブロッコリーとか、猪木さん、よろしいですかね。ケール、大根、わさび、水菜、あと野沢菜ですね。ここら辺も、油中の食材ということで、基本的にはキャベツが最も最初に食材として新型コロナの感染症予防に使えるという話が出ましたけれども、ぜひ皆さん意識して1日1食はですね、必ずこの油中の食材を入れていただければと思います。はい、次にですね、腸内フローラ、腸内フローラのバランスが取れていることをシンバイオシス、崩れていることをディスバイオシスと言いますけれども、シンバイオシスの方、バランスが取れている、そして多様性ですね、いろんな種類の菌が腸の中にいる方は新型コロナの感染にかかりにくい、でさらに、もっと大きいのは重症化しにくいということが分かっております。ということで、この時期、乳酸菌をしっかり取るというのも大事になります。うちのクリニックですと、今プロバイオペーストという歯磨き粉を出してるんですが、この中に1本で約2兆個のプランタラム菌という乳酸菌の一つを入れてるんですね。乳酸菌の中でもプランタラム菌という菌が、おそらく一番新型コロナの予防に使えるということで、これまさに我々が今論文投稿をしているところですけれども、腸内環境を整えるというのは非常に重要になるということですね。ですから日頃から食物繊維、不溶性食物繊維、水溶性の食物繊維のバランスの取れた食材をしっかり取るということ、ですからオリゴ糖を、含んでいるごぼうとかですね、バナナとかきな粉とかいったあたりをしっかり取るというのも感染予防につながるということが分かっております。それからこれもエビデンス中なんですけども、玉ねぎ、そばですね、ケルセチンという物質があります。これはですね、ACE2 という新型コロナがくっつくレセプターをブロックしてくれるという働き、それから新型コロナのウイルスが生体に対して悪い働きをする一つの理由が、プロテアーゼというタンパク質を分解する酵素を出すんですね。この中でも一番主となるメインプロテアーゼ、これを阻害するという働きがケルセチンにはあります。すなわち玉ねぎとかそばですね。でプラス抗炎症作用があって、解熱作用があったり、喉の痛みを取ってくれたりという働きがあったり、あるいはトロンビン抑制作用と、新型コロナが重症化してきますと血栓ができやすくなるんですけれども、それを阻止してくれるという働き、つまり感染予防と重症化の阻止、治療効果があるということなんですね。で右のところにちょくちょく RCT という言葉が出てきますが、これはランダマイズドカスタムテスト、という、データの取り方の中で偽薬と、例えば玉ねぎと、偽薬、カプセルの中に玉ねぎの汁と、ブドウ糖を入れまして、でそれを
どちらを飲んでいるか本人も知らないし、テストをしている人も知らないというダブルブラインドというのをやります。で、これをですね、ある一定の期間やりまして、で、その結果、どちらがどうだったかといったあたりのデータを取るというのが RCT という、未来に向けたデータの取り方なんですね。まあ、これで証明が、証拠が出ますと、論文的には非常に高い点数が取れて、証拠が非常に強いということで、科学的な根拠ありということになります。まあ、玉ねぎそばに関しては RCTT はないんですけれども、作用基準のところがはっきり分かっているということで、まあ、中という評価が出ております。で、さらにはチョコレート、特にカカオをたくさん含んでいる、ダークチョコレート、まあ、それから赤ワインですね、ブドウと、まあ、ワイン用のブドウ、まあ、この中に含まれているボツ食事酸、エビガロカテキンと、まあ、これは実はお茶にも含まれているんですけれども、まあ、これがですね、やはりブロック、AC2 のブロックということで感染予防、さらにはメインプロテアーゼの阻害ということで、新型コロナウイルス自体を潰す働きもあるということなんです。玉ねぎ、そば、カカオの多く入ったチョコレートを日頃から食べる、そしてキャベツ、ブロッコリー、ケール、わさび、大根、野沢菜ですね、小松菜、ここら辺をしっかり摂取をするということが大事になります。それから、緑茶ですね、まあ、これもエビデンス中です、多数の論文が出ております、ということで、緑茶をしっかり摂るということが大事になります。それから、まあ、紅茶とか、それからウーロン茶で、さらには、まあ、とにかくあの緑茶をですね、発酵したものもメインプロテアーゼの阻害と強力な、気管支の拡張作用があるということで、新型コロナにかかった方に対しても治療効果があるということが分かっているんですね、ということで、まあ、紅茶、緑茶、そしてウーロン茶といったあたりを日頃から、まあ、よく飲むということで、まあ、日頃よりもより意識してお茶を飲みましょうというのは予防として非常に大事なポイントになるかと思います。それからナマコとか、あとは、ワカメとかですね、もずく、海藻類の中に含まれているフコイダンが効きますので、まあ、これも意図して、しっかり摂取をするというのが大事かと思います。それからサプリメントですけれども、まあ、最もサプリメントの中で有効性があるのはビタミン D のサプリメントです。これはエビデンス高になっています。ですから、まあ、その中でもビタミン D3 を高濃度に含んでいる肝油ドロップですね。これが一番手っ取り早い予防法であり、実は治療にもつながります。まあ、数ある新型コロナに使われてきた薬、アビガンとかヒドロキシクロロキンとかレムデシビルとかイベルメクシン、まあ、これら辺がですね、論文で効かないと、まあ、偽薬と全然変わらないという論文が出てきちゃってるんですね。まあ、一方、効くよというところに、後ほど出てくる漢方薬とか、ハーブが出てくるんですけれども、まあ、特にビタミン D、まあ、これをですね、点滴で入れてしまうという治療が効くという論文が出てるんですね。で、さらに日頃からビタミン D をサプリメントで摂取する、それからビタミン D を多く含んでいる食材をしっかり摂ると。いうことは非常に効くんだということで、最も多い論文数と、まあ、それからそれぞれの証拠が非常に硬いということで、この時期ビタミン D で D2 に関してはキノコです、まあ、特にその中でも黒キクラゲ、まあ、これが、大量にビタミン D2 を含んでいます。あと日光浴をするだけでも体の中でのビタミン D3 の量は増えますので、まあ、この時期少なくとも20分は外に出て、まあ、顔だけでも手だけでもいいですから、日光を浴びるということが大事になるんですね。まあ、それから、亜鉛とかセレン、まあ、お酒を飲む方は、地ビールが手っ取り早いかなというふうに思いますけれども、まあ、肉類、魚介類に含まれている亜鉛、まあ、それから、まあ、同じく肉類に含まれているセレンですね、まあ、この辺をしっかり取るというのは我が身を守ることになるということで、これもエビデンス中という証拠がしっかり出ているものなんですね。それから L システインとか、あとはオメガ3です。アマニ油とかグレープシードオイルとかフラキシードオイルとか、
言ったあたりのオメガ3が新型コロナの感染の予防につながり、まあ、さらに治療にもつながるということで、まあ、これ RCT の治験取りが始まっておりまして、著効という結果が出ているんですね。まあ、地中海式の料理が新型コロナの予防になるというのも同じ理由ですけれども、オメガ3をしっかり取るということですね。不飽和、酸化の不飽和脂肪酸をしっかり取るということが大事になります。まあ、面会ができなくなっていることも大きな理由と言われてますけれども、認知症になる方、その手前の段階の MCT という軽度認知がかかっている方が増えてます。まあ、その方たちの予防および治療効果もこのオメガ3はありますので、まあ、この時期しっかりと、油、特に、不飽和脂肪酸、酸化の不飽和脂肪酸をしっかりとっていただくということが大事になるかと思います。で、何回も出てきますケルセチン、これを含んでいるものはですね、非常に優秀な、まあ、予防薬と、言ってもいいかと思います。それから、まあ、サプリメントの中でもブロッコリーの種から作ったサプリメント、まあ、これも油中が効くというところから来ているんですけれども、予防につながります。さらにインドのアーユルヴェーダ、5000年の歴史のある伝承療法からさまざまなハーブが出ているんですけれども、まあ、この中でも、エビデンスのちょっと強めのコロニルという、これ新型コロナ特効薬なんですけどもね、アシュアガンダというインドの、ラサヤナ、これ日本でもネットで気軽に結構安めで購入することができます。で、中程度の論文が出てますので、まあ、この辺も、ウイルスのレセプターのブロックをするという感染予防と、まあ、新型コロナ自体への、殺傷作用と、まあ、それから重症化予防につながる基準が確認されております。まあ、とにかくアーユルヴェーダの薬草に関してはさまざまな論文をもとにですね、予防治療効果が十分あるんだということが分かっております。まあ、それからハーブを一旦まとめておりますけれども、よく論文で出てきますのが、イボツツラフジという食材ハーブです。まあ、これも日本でも、気軽に購入することができますが、まあ、その中でもエビデンスがかなり強めに出ているのがスイカズラ、ハーブ名でハニーサックルという植物ですね。これがですね、なんと遺伝子レベルで新型コロナの感染を阻止してくれると。特に増殖の予防ですので重症化の予防に使えるということなんです。スイカズラという植物の遺伝子、マイクロ RNA という遺伝子がですね、液体として飲むことによって胃の細胞からスイカズラのマイクロ RNA が突き刺さり、そして細胞奥深くまで貫通していって血液に乗っかり、で全身ぐるぐる回ります。スイカズラのマイクロ RNA、まあ、これが新型コロナのウイルスが感染をしている細胞を見つけますと寄っていってベタッとへばりついて、このスイカズラのマイクロ RNA が新型コロナの一本差 RNA の転写を阻害するという強烈なストーリーの、まあ、これもまたしっかりとしたエビデンスが出たということでの論文が出ているんですね。スイカズラ、ハブメ、ハニサックルの、まあ、入手、これも日本で気軽にできますので、ぜひ皆さん日頃から味も結構いいので、ハニーサックルハーブハーブティーとしてですね、日頃から飲まれるというのは新型コロナの感染予防治療に使えるということです。次に、チャイニーズハーバルメディシン、漢方薬ですね。まあ、そんな中でも効が出ているのが蓮華生温という、これカプセルになっている新型コロナの特効薬です。増殖を抑制するということと、炎症性のサイトカインを減少させて症状を緩和するということで、さらには ACE2 レセプターをブロックするので、感染予防にも使えるということなんですね。で、他にも、中が出ている、ま、ものがあるんですけども、ま、そんな中でも下から3番目上から4番目の聖杯配毒糖ですね、ま、これもネットワーク薬理学コンピューターシミュレーションでも、それから RCT でもエビデンスが出ております。で、抗炎症作用も非常に強いし、 ACE2 レセプターをブロックすることもできるということで、まあ、4つの基準で新型コロナの予防および治療ができるという非常に優秀な漢方薬、これが聖杯配毒糖です。で、実は2020年の2月にはですね、高菜クリニックの方でもこの漢方薬を入手しました。ただ味がですね、非常に厳しい味だということで、
まあ、これを作っている上海中医薬大学の名誉教授孫樹健先生に相談をしたところ、まあ、治療に使う濃度の10分の1から30分の1で十分予防効果は出せると、 AC2 レセプターを十分ブロックできるし、サイトカインに対しても影響を与えることができるということで、まあ、我々高輪クリニックの方からは日本人用に薄めた聖杯配毒等を予防薬として処方していたんですね。これが、まあ、実際に予防に使えるということが証拠が取れまして、論文にしまして先月3月の中旬にですね、国際ジャーナルの方に掲載されまして、まあ、世界中どこからでも高輪クリニックが出しました聖杯配毒等の予防効果に関しての論文を、まあ、見ることが可能です。ということで、まあ、これ4月の21日にこの内容を詳しく一緒に論文を書いていただいた東大の東京大学の中村勉先生、そして秋山哲先生とともにですね、記者会見させていただきますので、ぜひこの太郎さんの情報源からも情報発信されますので、皆さん情報を拾っていただければというふうに思います。それから一番下のですね、清風解毒カプセルと、これも中から高の証拠が揃っております。まあ、とにかく漢方薬で新型コロナは治るし、予防にも使えるんだということがはっきりしているんですね。論文の数が半端じゃないです。ということで、まあ、その他の、論文もただ出ております。まあ、日本で気軽に手に入る漢方薬としては、銀行さんというのがあるんですね。まあ、これ、まあ、論文としてはちょっと弱めではあるんですが、クラシエさんが出している銀行さん、まあ、これは日本では気軽に手に入りますので、もし聖杯配毒とか入手できないということであれば、銀行さんを定期的に予防薬として内服するというのは一つありかと思います。それから、カッコンですね。まあ、カッコン糖の一つの成分ですけれども、まあ、これもですね、日本でも気軽に入手することができますので、まあ、新型コロナの予防薬としてカッコンを内服するというのはありかと思います。あと、西洋というものもあるんですね。で最後に、運動をしっかりしている方としていない方、特に50歳以上の方で、1週間に2回30分以上の運動をしている方は、していない方に対して 60% 程度感染のリスクを減らすことができるということなんですね。まあ、送信の目的も含めて、痩せるという目的も含めて、しっかり運動していただくということで、疫学的にも新型コロナにはかかりにくくなるということで、ぜひ皆さん運動しましょう。そして、予防に使える今申し上げましたキャベツとか玉ねぎですね、まあ、それからキノコ、サプリメントは甘油ドロップ、を飲み、まあ、そしてお茶をしっかり飲み、あるいは飽きたらウーロン茶、紅茶を飲み、ほうじ茶でも大丈夫です。まあ、そして、お酒が飲める方は赤ワインを、飲んでいただくということと、あとは地ビールですよね。でセレンとか亜鉛をしっかり補充していただき、ぜひ我が身を守っていただければというふうに思います。で、まあ、治療に関しての、特効薬、これはもうビタミン D なんですけども、もっと効くものが今出ております。それがですね、なんと出産時に取れる最大へその緒、その中の一つの成分、ウォートンジェリーという名称の組織成分があるんですけれども、まあ、この中にいる幹細胞、赤ちゃん細胞をですね、そのまま移植をしてあげると新型コロナの重症者がコロコロ治ったという論文が多々出ているんですね。まあ、その効き目の一番のエッセンスは、幹細胞から出てくる培養醸成器、その中でもエキソソームというですね、細胞の中にいる遺伝子を包んだ袋だということが分かっております。ウォートンジェリーエキソソームというふうに我々は呼んでおりますけれども、赤ちゃんを元気に育てるための遺伝子の集まりが袋になってるんですね。まあ、それを濃縮したものを点滴で入れるということで、もう起死回生の一発ですね。もう助からないと思われた、まあ、多臓器不全になりかけている新型コロナの重症患者に対して極めて有効性を発揮しているということで、まあ、今現状この、ウォートンジェリーエキソソーム、あるいは、ウォートンジェリーの幹細胞の培養醸成器、これをですね、創薬にするということで、ロート製薬が今治験取りをやっております。で、我々高輪クリニックでは2008年からラボを作りまして、粛々とこの幹細胞系のデータ取り、製造をしておりました。
で、たまたまなんですけれども、このウォートンジェリーの幹細胞から取れる培養浄水器を大量に我々持っておりまして、まあ、その中のエキソソーム成分をですね、皮膚から塗っていただいたり、鼻から吸入していただいたり、点滴で打っていただいたりということができるんですけれども、これなんと、お肌のですね、若返り、シミ、シワの深いレベルからのものを取るという働きもあります。新型コロナの重症患者に効く、ウォートンジェリー幹細胞エキソソーム、これをですね、塗ると美肌治療に使えるということなんです。それから鼻から吸入しますと、そのウォートンジェリーのエキソソーム、細胞を貫通して脳に達しまして、認知症、それからパーキンソン病、脳梗塞後の神経細胞の回復といったあたりにまで効くと、それから点滴で打ちますと髪の毛が生えたりとか白髪が黒くなったりという、総合的な若返りにつな使えるということも分かっているんですね。ということで、この、ウォートンジェリー幹細胞培養浄水器からのエキソソーム、この皮膚に塗布をして、お肌をきれいにしていただく、特にニキビの方とかですね、アトピー性皮膚炎の方にも非常に効きます。これも今、モニター治験の量をやっておりますので、太郎さんの関係の方であればですね、こちらの方も1ヶ月分無料でなんと出しておりますので、ぜひ皆さんこの機会に新型コロナの予防も兼ねてですね、アンチエイジング若返りの医療を体験していただければというふうに思います。本日の情報は以上になりますが、ぜひ今日の情報はものすごくバランスの取れた、情報であり、非常に重要な情報です。日本を、家族を、皆さんをですね、守るためにも、この情報を横にぜひ拡散していただきまして、まずはご自身、実践をしていただくということ、誰でも簡単にできる話です。ということで、皆さんに本日は非常に重要な情報をお伝えさせていただきました。ありがとうございました。はい、先生どうもありがとうございました。今日の情報はですね、皆さんに、聞かれた方は URL を拡散していただけるとありがたいです。それと先ほども話がありましたけど、4月21日ですね、漢方薬の聖杯配属等の予防的投与の有効性を証明した最新論文ということで、品川で1時半からございます。詳しいことはですね、YouTube のところで、記載をしますので、よろしくお願いいたします。それと次回はですね、4月30日1時半からまた予定をしております。それでは、皆さん、体を気をつけてください。失礼いたします。